最近買ったボタムの前のやつとほぼ一緒なんですけどね、同じようなの欲しくなっちゃうんで、これ新しいやつ。今日は岡山とホームで試合です。岡山は左サイドは元琉球の徳と佐時なんで、マッチアップするのすごい楽しみですね。徳は正確なクロスがあるし、佐時はシュートがね、とにかくあいつはいいんで、まあ、距離関係なくしっかりこう間合いを詰めて打たせないようにしたいですけど、フォワードにボールが入った時にインサイドにこう潜り込むプレーがうまいんで、その時に多分サイドバックは中に掴みに出れないんで、だそこを周りの選手とうまくコミュニケーション取りながら対応していかないとなと思います。まあ、前節ちょっと不甲斐ない試合でしたけど、金沢戦は、まあ、今日は自分たちの良さ出せるようにしっかり準備して戦います。軽食会場向かいます。もう残り4試合、今日入れて残り4試合で、他のチームでも、まあ、移籍の話だったりとか、まあ、契約満了の話だったりとか、まあ、そういう時期になってきたんだなっていうのをすごい最近感じますね。僕はまだ何も決まってないですけど、あと4試合1つでも上の順位で僕もよりパフォーマンスを出してシーズンを終えれるように、今日も1試合、今日の試合に集中して戦います。いい準備します。今日も試合頑張ってきます。行ってきます。これから帰ります。今日は1対1の引き分けでした。前半はかなりうまく進められたんですけど、まあ、仕留めきれなくて、まあ、後半赤座下に立って、まあ、相手もプレッシャーかけてきたんで苦しい展開になっちゃったかなって感じですね。まあ、また残り3試合しっかり勝てるようにいい準備して
この1週間を、空く1週間をしっかり使って調整したいと思います。一緒にやってた選手とバチバチこうプレーできて楽しかったですね。前半は結構うまくやれてたけど、まあ、後半佐藤にうまく捕まっちゃったって感じですかね。まあ、ミスも僕増えましたし、試合終わった後あの岡山選手が YouTube 見てるよって言ってくれたんでちょっと嬉しかったです。まあ、試合終わった後はもう、まあ、勝敗関係なくじゃないですけど、まあ、話したりもするんで、そうやってこう話しかけてもらうことが多くなってすごいありがたいですね。まあ、あの赤嶺さんとポープウィリアム選手ね、もうなんか見てくれてるみたいで本当ありがたいです。ありがとうございます。まあ、また残り3試合でもう2週間ですけど、まあ、ラスト力を振り絞って戦いたいと思います。今日も応援ありがとうございました。